ょ。今回なんですけども、うん、まあ、俺たちさ、まあ、YouTube し始めて1年半ぐらい経ったやん。うん、経ったね。でもね、やっぱね、俺たちやっぱまだ YouTuber にね、なりきれてないさ。YouTuber っぽいこと言ったらさ、うん、まあ、メントスコーラしたし、あー、そうね、まあ、大食い、ね、もう大食いもしたんや、うん、ね、もっぱもした、もっぱもした、めっちゃぽいことしたけどね、まだ足りない。あー、そう、そう思って今回考えてきた企画があります。うん、一昔前に流行りましたアルミ玉ってご存知ですか？めっちゃ知ってるわ。みんな知ったもん。あの時アルミホイルがね、なくなったっていう噂のアルミホイル、今回手に入れてきて、うん、これを作ろうかなと。ああ、アルミ玉を。そう、もうアルミ玉ちょっと作ろうやと。ああ、王道をしてないから。そう、王道の企画を持ってきた今回。ああ、いいよ。でもよ、うん、そんなんじゃ視聴者さんは満足しませんと。アルミ玉の中に、うん、俺たち5年後に向けて、うん、タイムカプセルを埋め込もうじゃないかと今回。はい、そうなので、このこちら俊介さんからいただいたコンタクトレンズのケースの中に手紙を入れまして、あー、5年後に、そう、5年後に向けて、うん、こうアルミ玉こうして、あー、5年後開封といきましょう。あー、開けるという鏡餅みたいな感じで。そっちの方が楽しそうやろ。楽しそうやろ。伏線ね。そう今回は、今回ね、その5年後に向けての手紙はおのおのも書いたと、うん、書いたから、今回そのアルミ玉を今から作っていくという。ああ、いいね。うん、していきましょう。手紙何行くらい書いた？俺ね、7行。あ、俺5行。いや、いいよね。おもろいよね、これね。結構みんな久々に見て、お、アルミ玉かいってなってるはずだから。じゃあ、早速。じゃあ、作っていく。じゃあ、作っていきましょう。はい、ということで。うん。まあ、材料からね。材料って言ったら料理っぽいけど。そう。まあ、使うものからちょっと紹介していこうかなと。うんうん、まず、アルミホイル。まあ、2つで足りるんや。1個も使わんのじゃないかなって思ってるけど、まあ予備で2個。あ、オッケーオッケー。俺が使うし。そう。余ったら使ってくれるやろ。うん、で、まあ大事なハンマー。あー。買ってきました、ダイソーでね。で、まあ、手痛くなるから手袋。あと汚れるし。ね、滑り止めのね。大事。で、最後、キラキラにするための、あれ。ヤスリ。紙ヤスリでね。そう、ヤスリ。と、タイムカプセル。うん、俺の備品ね。備品。こいつを入れるという感じになっております、今回。オッケー。まあ早速作っていくか。そうね。そう、手紙を入れます？手紙入れるか。先に。もうこんな。こんなちっちゃくした手紙があります。じゃあ俺、青にするわ。ずるいな。青好きやし。5年後、楽しみにしとけよ、俺。でも5年後、こいつは青に入れたことを忘れる。可能性はあるね、全然。いないんだよな。確かにな。はい、入れました、今。ああ、いいね、タイムカプセル。俺、タイムカプセルってさ、小5、うん、かな。2分の1成人式っていうのがあってさ、あ、その日以来やわ、俺。それ開けた？開けてないっちゃんな。意味ないんや。そう、あれ忘れられてると思うんですよね。マジか、うん、俺ね、あれ先生が保管しておるんよ。あ、そうなんや。先生からもらう。俺掘りに行ったよ。俺卒業式、小学校卒業式埋めて、高校の卒業式の次の日かな、掘り行って、みんなで出てきた、ちゃんと。なんて書いてあった？いや、クソ恥ずかしかった、マジで。あの漢字の当て字で、うん、あのよろしくとか我ら永久なんとか不滅なりって、あの漢字だけで書いてて、あの死にそうやった。今回は痛いことを書いてない。あ、なるほどね。学習したから。なるほどね。まあ、今回ね、そのタイムカプセルも今入れたと。オッケー。次ですよ。あ、巻いていくんか。巻いていかないか。これ最初が肝心らしくて、うん、これ最初からこう丸い円、球体にしていて、ギュッてするのがことらしい。なるほど。ハンマーで叩くとき、ちょっとこう。あ、余白がゴンなるけん。そう。最初は余白を作らないようにすればいいんや。そう。どうしたらいい？俺が巻いていいの？うん、巻いていいよ。マジでやった。俺がアルミホイル持っとくから。オッケーオッケー。あ、意外と12メートルってどんなもんか分かんないんだよね、俺も。今日も8台。今日も8台。で、行く？え、これさ、どっちが、内側？こっち？あ、これをね、外側。じゃあ、こうがいいんかな？じゃあ。出せばもうこれから。出しちゃうじゃん。こう持ってる。熱々。すみません。え、だ、逆や。あ、逆がこう。そうね。はい。アルミホイル外側。球体にしててね。なんで、きれいな。で、最初は、ギュッとしてね、こいつだ。どんどんいくよ。うん、いいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、上手。楽しみやね、意外とこれ。ね。なんか図画工作感があるね、なんか。ね。おもろい。ギュッとしてるみたい。え、図工やる。どう？ああ。え、結構、
ギュッと感ある、うん、結構なんか こんだけでさこの大きさやん、うん、結構でかくなるんじゃないかっては思うね。あーなるほどね。あでもちょっと小さいなってきてない？おおすごいすごいすごい。見て。あいいじゃんいいじゃんいいじゃん。えこれどんぐらいでかくなると思う？いや分からん。でも意外と動画を見た結果は、うん、ハンマルくん結構ちっちゃくなる。あマジで？結構ちっちゃくなる。割とみんな誰でも丸にできるもんな。結構ゴツゴツみんな知ってる。なんかあ失敗してる。ちょっとダサい俺の中では。俺はまん丸の球体目指したいかな。めちゃくちゃ上手い人とかおった。結局俺さ最後まで見てないよね。参考にしただけ。参考にしただけ。あこういう感じで作るのねみたいな。なるほどね。えでもさ俺ね小学校は3段階評価やあの成績表、うん、できあもう少しできるよくできる。あはい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 。俺図工とか、うん、全部ずっとよくできるやつさ。おで中学校美術になるやん、うんうん、1から5の評価段階変わるやん、うんうん、ずっと5やったっけ。すごいね、うん、そいつが今握ってると。そう俺がしてるからアルミ玉を翔馬がこんな感じになったのもクッてできる、うん、おおすごい。これ手先のあれはね、うん、よく褒められる。器用なんや多分。料理と一緒で多分とか言ってボコボコになったおいみたいなね。でもね、ほら、ぎっしり。あ、すごい。潰してん？潰れんけん？すごい。硬い。硬いやろ。硬い。野球できそうやわ。ね、今ちょうど野球ボールぐらい。ね、野球ボールぐらい。ソフトボールぐらいにはなるんかな。いや、でもね、この状態でちっちゃくなっちゃうから、もう一本行くか？意外と。行こうよ。行くか？大きいの行こうよ。ね。で、家に飾ろうよ。飾ろうか。5年後って書いて。え、ちょ、ショーマ交代戦いいよ。結構握力がね、やられる。あ、マジ？せっつかれとるもん。ほんまやな。あ、楽ちん楽ちん。丸くしていくっていうのがなんか難しいよ、意外と。ね、その前渡して楕円になりそう。いや、可能性ゼロじゃないよね。俺は図工とか結構雑に扱うタイプやったから、適当な人間やった。あ、いや、知ってる。わかる、わかる。ちなみに、俺だけじゃなくて、うん、インスタのフォロワー多分全員知ってる。もうみんなご存知みたいな。いや、僕、ハンマー使うんで、俺の握力でもう鉄になりそうやわ。鉄玉、アルミ玉に。握力強い。握力ね、70。強っ、嘘よ。なわけないや。すごい。1個目が今終わりました、ちょうど。ああ、でかいでかい。でかいね。フットボールぐらいになってきたね。これだってやっぱちょっとちっちゃいはずだと思う。そうね、これはもうちょい、やっぱ行こうよ。行くか。バレーボールにしようぜ。あ、やっぱ翔馬がしたからゴツゴツしてます。逆や。あ、逆、あ、こっち、あ、こっちかいいか。逆手能力ないです。あと1回するの結構大変やな、意外と。確かに。俺たちの中では結構過酷企画に入るかもね。あ、頑張らない YouTuber。頑張らない YouTuber と。バトンタッチくれ。大丈夫。ああ、そうね。バトンタッチ。この早いのがダメなんだよな、翔馬の。いつもやっつけ仕事で。だからお前女子に怒られるんだよ。俺の職場にも一人いるもん。おる、こういうやつ。うん、そういうやつ嫌い。嫌い。もうほら、めっちゃ、ちゃんとさ、綺麗になってくるな。でも、そいつより綺麗やろ。で、やってることが一緒なんよ。そいつは、例えばバッシングして、引き上げするやん。俺がね、ダストアンを濡らせって言うさね。うん。ペペって拭けんね。うん。汚れ取れてないやん、みたいな。うん。で、そいつはしたって感じなんよ。いや、した。拭いたし、みたいな、ね。そうそう。シュッシュッてして、ピュッてしたら、拭いたなんよ。終わったなんよ。なるほど、なるほど。でも、綺麗にするのが目的やんって。なるほどね。そう。見失うなと。そう、見失うなと。その行動するのが仕事じゃないんだよ、と。なるほど。それと、同じ匂いがする。それとも、口だけは俺よりも動くんよ。あ、そうなんや。うん。体が動くわ。そう。マジカッチカチ。これでハンマル叩いて本当にちっちゃくなるのかって不安になるぐらい。できた。意外といい感じ。あ、すごいね。あったあった。これで完成じゃない？もはや。ね。ね。ほら、収まらんもん。確かに。まあ収まったけど。まあ、次ですよ、問題は。確かに。あの、ここから、このハンマルで叩いていこう。最初から？うん。まあそうか、これ以上でもへこまんもんな、人間の力でして、ね、そう俺が本気出せば結構いけるけど、かましい生きんなちょっとお手本見して、ハンマー。あ、お手本、いいよ。まずね、手袋をつけます。で、うん、あんま強くしちゃいけない。あー、なるほどね。あー、なるほどね。縮む。あ、縮むね。で、意外とこのペラってなるんすよ、うん、これは反対側に折りたたむといいらしい。あー、なるほどねって言ってた。すげえ。すごいね。めっちゃへこむやん。これちなみに作業予定時間などんぐらい？5時間。
あ、そんなかかるんやくらいだと思うけどな。こんな感じですね。あー、やってみます。いい、ね、指挟まない、大丈夫。いや、クリ、うん。あ、やられた、大丈夫か。はい、終わらせるぞ。もう遅いねんてな。ちなみに現在の時間4分。えぐいな。痛くなるんかなって、本当にみんなこれつけたかっただけだと思うけどな。ヒカキンがつけてた。あ、じゃあつけた方がいいわ。だよね。開けるときどうやって開けるんやろうね。叩くんやな、やっぱり。切る、切れるんかな。でもこれって鉄でしょ、一応これってアルミって鉄でしょ。アルミはアルミなんじゃない。アルミはアルミなんや。でもショーマは立体でしょ。うん、あの、その辺は分からんわ。元素記号はでも違うわ、よく考えたら。 A エリアもアルミ。おお、すごい、うん、鉄は FE。 あ、それは知ってた。ペ鉄ね、ペ鉄って覚えておる。あ、そうなんや。銀、銀は、銀はBE。 違う、AG。 もう一回、もう一回出して。銅、あ、銅は GT。 違う、 CU。 駆動って覚えとかないかって。駆動、あー、なるほど。 CU で駆動。でもめっちゃすごい。え、うまっ。めっちゃうまっ。俺が見てきた動画の人より一番うまい。図工マジ得意やろ。お前天才やな、お前。俺だってあの紙粘土で人の顔を作るっていうやつ学校で表彰されたもん。ビート刻む、ビート。音楽当てていく。オッケー。そう。え、何これ、何これ、何の音、何の音。もう一回いくよ、うん。は、この連打な、この連打、この連打。この連打は、あ、ビブラート。え、正解は正解。信じない、信じない。どこビブラートのとこ。変えてしまえ。ばあ。ちょっと長くなりそうやね。かなりね。うん、ちょっと一旦ここで、動画的にはちょっと終わらせて、完成までちょっと時を飛ばそう。あー、オッケーオッケー。ドゥン、ドゥルルルルル。はい、ということで、あれから2日ぐらいですかね、経って、まあ、あのアルミ玉結構打ったんですけど、暇暇にね、暇暇にコン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 と打ちながら完成したのがこちら。すごいよね。結構すごい。クッてなってるね。前だってこんなぐらいやったやん、大きさ的に。そうね、こんな感じだったもんね、スタートね。ソフトボールが、うん、それがこんぐらいまで行って今こう、ね、もう野球ボール、本当にね、野球ボール高級みたいな。ノリもなんだ、ちっちゃいぐらいあるよね、うん、フォークとか投げれそうやね。あ、いいんです、それは、うん、で、この後の作業、それを磨いていくという。ツルツルにね。そう、やっぱ若干ごつってはいるよね、丸だけど基本はね。 それを削る作業か。そう、そっからやっぱこのヤスリで今後今から削っていきます。磨いていこう。磨きます。俺はボール磨くけん、ショーマは男を磨こうぜ、うん、やかましいお前。やかましいお前。あら、結構粗めのやつと、まあ、細めのやつでちょっとこう。ああ、そっか。これが一番粗いのかな。仕上げていくんか。うん。なんでこれでちょっとやってほしい。なるほどね。つける？やっていい。いいよ。磨いていきましょう。そう。ああ、でもボロボロなるね。なる。うん。でも崩れてるってことやろ。これ光るんかな。あ、でもほら。光ってきた。ちょっと見したって。この反射が。ああ、あるね。いい感じ？結構いい感じだと思うけどな。ほら、おお、すごい、光るかな。だいぶいってるね。ね、結構いったね。次の砥石に行く。行こっか。砥石じゃねえな。次のあのヤスリ。ヤスリか。次のヤスリは6段階あるからね。そうね、ショーマが。俺が行くか。じゃあ、でも順調な気がするけどな、俺結構、ね、結構見た目がね全然違うよね、うん、結構テカってるもん。第2陣手触りがやばい。マジ、もう赤ちゃんみたい。言い過ぎやろ。こんなの赤ちゃん嫌やわ、俺絶対。めっちゃ早い。いや、全然動いてない。大きくやから。細かく、速くしてもほら。違うの、そういうもんじゃない。うん、そういうもんじゃ絶対ない。絶対ない。俺の方が動画見とるのに。めっちゃ否定されるやん、俺。あ、テカってきてるね。全然わかるわ。チェンジ。
千字。あ、やべ。一点集中型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 やね。いや、一点集中型。変わる？変わるから。で、ここからまた俺が回していきます。結構いいんじゃない？いい感じかな。ちょっと見せてよ。光ってるもんね。だいぶ違うね。ちょっとこのやっぱ荒れてるところがやっぱちょっとね、まあ、ちょっと肌荒れみたいな感じね。ちょっとこれでももうヤスリがね、もうないんだよね。平面になってるもん。もうダメだ。次行くか。次だ。3枚目。6分の3。結構大変ね、やっぱり。大変これ結構。変わりますね。次行こう。いやもうだってないもん。じゃあ4枚目。4枚目。行ってくれる？任せろ。ポッ！あっポンポン！急にどうした？怖いんやけど。いやさっきまでモノマネをしよったよ、ずっとね。さっきまでずっとモノマネ大会しよって、暇すぎてね。暇すぎてね。そうそう、これやってね。なんかやってモノマネ。ほんまね、難しいんだよな。ハリポッター、ハリポッター。ローミズリー、ローミズリー。ハリーめっちゃテンパってるけど、ローミズリー。あまように。ハーマイオニー。じゃあ、チェスの試合をするやん。ああ。賢者の石で。うんうん。で、ロンが犠牲になるやん。うん。最後、バーンってロンを刺された時の、うん、ハーマイオニー。マニアックやな。はい。ロンお前、麻雀しようか、お前。お前、麻雀しようか、お前。進んでる？結構進んだと思うよ。今、ここまで行きましたね。結構光沢、なんか鉄っぽくなってきた、本当これ。変わります、一回。じゃあ変わりますか。ご陣行く？ご陣行きましょう。最後行っちゃう？最後これ。これで行きます。一応まあ、ヤスリが終わりました。お疲れ様。お疲れ様です。結構時間かかったね、トータル。結構かかった。まあ、今回ね、ちょっといろいろヤスリもして、完成したアルミ玉が、こちら。へー。結構綺麗やね。結構綺麗よね。このユーチューバーはやっぱもっと綺麗な。いやでも綺麗、もっと綺麗。こんなブツブツがなんかなかった気するもんな。もっとすごいんやね。すごい。もうちょっとここを粗めのやつで削ってやるともっと綺麗になる。ここら辺とかはね、多分結構ね。ああ、表面でもいいところはいいやね。いい。でその後こう研磨剤かなんかでこう磨くとまたこうすごく良くなるらしい。まあでも俺たちはこんなもんでいいでしょ。うん、十分十分。お金ないし。これを視聴者にプレゼントいたします。いや5年後開けんね。開けれんのよこれ。じゃあこれをいつ開封するんだっけ。5年後。5年後の9月。あでも今10月1日。あ10月1日にしよう。10月1日に開封します。どうやって開ける。開くんかな、そもそも開くんかな。誰かそういうの知ってる人いるんかな。開けてる人見たことないな。もう開かなかった場合は視聴者にプレゼントいたします。やっぱね、俺らの夢と思いが詰まった、うん、これで、うん、これを受け取った人が俺が事故とかで死ぬや、うん、それこれが特級呪物になる。ありがた迷惑や。ありがた迷惑。ありがた迷惑や。捨てても捨ててもついてくる。俺も死んだじゃこれになるわ。まあ今回はね、まあ、こういう風に初のアルミ玉を作ってね、ユーチューバーとしてのね、ちょっとこう可能性をまだ見出した。ああ、もうこれで捨てないもんないからね。もうないよ。さすがにもうユーチューバーっぽいこともしたから。もう料理でいいよね。もう料理でいいと思う。そうそうね。まああとね、ちょっとちょいちょい好きなことやってね。ああ、好きなことやっていこう。動画を撮っていけたらと思います。また次の動画で会いましょう。それでは、バイバイ。